はいどうもこんにちは、こんばんは、アモです。前回ですね、パート1、旅立ちましてですね、こちら、うわ、マジやだ。超恥ずかしいんだけど、これ何？うわ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 。わんぱくな性格だって、そっくりじゃん。まあ、なんでもないです。はい、行きましょう。ということで、102番道路か3番道路かどっかに、はるかさんがいるということで、それを、会いに行こうではないかという話で、早速もう、フィールドに出ていこうかなと思います。野生のポケモンは草むらが飛び出してくるからな。こうして草むらの中に入って捕まえたいポケモンを探すんだよ。まあここら辺はね、もうファイヤーレッドでやってる通り、僕はもうクロートなんで、よろしく。え、コドキタン来ちゃったけど大丈夫？え、もうこれ先進んでいいの？話がどんどん進んでいくんだけど、ここら辺にいるはずだよな、あの女、あのいけつかない女、ここら辺にいるはず絶対。あ、いた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 。どうも。103番道路にいるポケモンはあれとあれね。どうも。あら、アモ太郎くん。そうか、お父さんからポケモンをプレゼントしてもらったので、イエス。よく知ってんじゃん。せっかくだから、ちょっと、え、早い早い、出た。トレーナーってどんなものか教えて、私が教えてあげるから。いや、こっちのセリフだよね。本当のポケモン勝負というものをね、教えてやるよ。このペーペーがよ。キモリ。レベル5レベ。イケメン。うわー、いいね、これ。あ、もう、やってくる感じね。もう、ガチンコ勝負で。あ、防御力下げてくんのか。きちいなスピード決着。おいおいおい、マジかよ。勘弁してくれや。こっちの方がスピード低いんだよな。やべえな、2段階下げられたの。ちょっと痛い。次、鳴き声打つか。あかんね。打たなくてもいける。でも、2発で落とされそう、なんか。打ってもしょうがないか。まずいね。あ、6。とりあえずじゃあ、あと2発は耐えられる。いけ！決めろ！よーし。よし。レベル6。泥かけ。あ、もう、あ、こんな泥、もうそんなとこ覚えるんだね。うわ、すごいすごい。アモトロが強いじゃない。まあね、一応チャンピオンになってますから、僕一回。私、お父さんがあなたのことを注目するのも分かるような気がする。だってもらってすぐのポケモンがもうあなたに懐いてるもの。あなたならどんなポケモンとでも仲良くなれるかも。じゃあ研究所に帰ろっか。あ、自分で帰んだ、きついね。ってことで、ちょっと研究所にも帰りましょうか。おっと、アモタロくん、こっちこっち、早く帰ろうよ。わっとるわな。うい、着いたぞ。俺お呼びだと。来てやったぞ、ほら。お、アモ太郎くん、初めてでハルカに勝つだなんてすごいじゃないか。ハルカはかなり前から私の研究を手伝っていて、トレーナー歴は結構長いんで。トレーナー歴長いのに1体しか持ってなかったの？うむ、アモ太郎くんにも研究のために取り寄せたこのポケモン図鑑あげよう。やった、ポケモン図鑑ゲット。そのポケモン図鑑は君が出会ったポケモンを自動的に記録していってくれるハイテクな道具なんだ。ハルカもその図鑑を持っていて、あちこちで遊びに行くんで、珍しいポケモンを捕まえて図鑑で広くできるとね、フィールドワークをしている私を探し出しては見せてくれるんだよ。アモトロ君もポケモン図鑑もらったんだね。よかったね。私と一緒だよ。じゃあ私はこれあげる。よっと、モンスターボールゲット。5個くらいくれるんだろうな。ポケモンがたくさんいると楽しいのよ。私いろんなポケモン探したいから、いろんなところを探すわ。そして可愛いポケモンがいたらモンスターボールで捕まえちゃう。はあ、あ、もう行っていいんですか先生。というわけで、水五郎、もうポチエナ今とりあえず10番までか。いいね。でボールを、あ、分かれてんだ、ちゃんと分かれてたっけ。こんなんなかったよね、ポケット。ボールがとりあえず5個ね。じゃとりあえずもう捕まえようぜ、早速。ママ、モダマキ博士に挨拶した。下、もう挨拶どころの騒ぎじゃないけどね。あら、かわいいポケモン、モダマキ博士いただいたのね。やっぱりパパの子供なのね。ポケモンと一緒にいるのが様になってるわよ。ほら、冒険。お、早い、ランニングシューズ。ファイアレッドの時はえらい苦労したもんな、ランニングシューズがなくて。早い早い。B ボタンで、B ダッシュね、了解。ランニングシューズ履いて思いっきり外を走ろう。な、こんな感じだったよね。あなたが自分のポケモンを持つようになったなんてパパが知ったら大喜びするわよ。でも無理はしないでね。何かあれば帰ってくればいいから。じゃあ頑張って。まあ20パートぐらいにパパぶっ飛ばす予定ではいるんだけど。行くぞ！早い！やっぱり、ね、このランニングシューズを装着した瞬間、待って。
これトレーナーいるから早速じゃあもうここいポケモンを捕まえていきましょう。でちょっとあのトレーナーも餌にしてということで、ジグザグマ来た、メスいいじゃん、早速も幸先いい、しかもレベル3だから結構いいんじゃないの。わあ待って結構硬いぞこれ、ちょっと待って、いつかメイ死にそうじゃん、まずいんだけど、ちょやばいやばいやばい、速攻で決着つけないとまずいね。ちょっとメイの体力が下がってること忘れていた、しまった。3ぐらいでオッケー、もう一回もう一回耐えられる、よし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 、頑張れ頑張れ。おーいマジか、おーい、どっかで見たことあるぞこの光景。ちょ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 、強くなりすぎだからマジで。ちょあれだな、じゃあ一回回復してくるか。よし、じゃあメイの体力も回復したんで、来たな。いや男の子じゃダメなんだよな、ちょ女の子が欲しいんだよな。お、ポチエナだ、メス来た来た、女の子のポチエナゲットですね。名前どうしようかな、まあ、普通にね、なんだろう、俺がねなんかこうこの名前可愛いよねみたいな、そういう名前をこうね適当につけていこうかなと思ってるんで、もしなんかあれだったらコメントでこんな名前あったらみたいなのあればね、ぜひぜひ待ってます。というわけで初ポケモンスナッチ、いけ、あれなんかカチャみたいになんねんだ、びっくりした今俺、えみたいな、バグったと思ったら、こちらのデータが図鑑にセーブされます。何でも食べる雑食性のポケモン、体に比べ大きな牙が特徴、尻尾の毛を逆立てて敵を威嚇する。なるほど、重さ13キロもあるんだ、結構あれなんだね。ポチエナの名前どうしよっかな、ちょっと女の子らしい名前にしたいよねやっぱり。あでもなんかパッと思いついたやつで今じゃ なぜか知らないけど、パッとナオミって名前が思いついたので、ナオミにします。よろしくなナオミ、いいかわいい。というわけでじゃあちょっとナオミの体力を回復してから、ちょっとジグザグマもパッて捕まえちゃおうか。じゃあ、あら、おお、しかもメスじゃん、なんでこんなところでケムス出てきたの。とりあえず捕まえるでしょ、ケムッソか、まあ、どっちになるかは行く末をあれだね、見てあげないとわからないんだけど、ケムッソゲット。餌にしようと捕まえてきたオオスバメにお尻のトゲを向けて抵抗する、染み出た毒で相手を弱らせるぞ。かわいい、こんな 0.3 メートルしかないのに 3.6 キロもあるの、結構でげえなこのイモムシ。イモムシか、でもイモムシ関係ないんだよな正直今回の実況あんま、そう前回はそのなんか関連付けて名前付けたけど今回あんま関係ないんで、じゃああれですね、一応虫ということで花子でいいんじゃない、まあ、なんか全国の花子さんに失礼だけどね。はい、ということで、ちょっと5分ぐらい粘ったんですけれども、なぜかね、ジグザグマのメスがね、全く現れなくなってしまいまして、この実況のなんだろう、実は難しいんじゃないかっていう不安、一抹の不安が今よぎってるんですけど、ちなみにあそこの端っこにいる人はトレーナーじゃなかったです。なんか通り、かかったら普通にスルーされたんで、進みましょう、先に。ということで、コトキタウンですけれども、これこっち何あんの？これは102番道路。あ、トレーナーだね、早速。てか、これあれか。上って行き止まりなのか。これ。こっちが行き止まりっぽいね。ちなみにトレーナーはいんの？あ、おっと。ほらね、オスしか出てこないんだよね、なぜか。まあいいや、とりあえず、はい。はい、こっち波乗りしていかないとダメなんだよね。トレーナー特にいなさそうかな。OK。じゃあ、もう、あれかな、とりあえずじゃあ2番道路に進んでいこうかな。ちょっとね、行く前にね、ショッピングだけさせてください。そんなにお小遣いもたんまりあるわけではないのであれなんですけれども、まあ、とりあえず眠毒系はまあまだ大丈夫でしょう。とりあえず心配はせずに行ってみて、ではトレーナーと戦って行きましょう。
ポケモン連れていれば君も立派なポケモントレーナー、僕の挑戦を受けるよね。受けてやろうじゃねえかマジで、返り討ちにしてやるからな。よしでもあれだな、音楽がかっこいいな。でもね、一体ごときで、あーゴレベ、あーちょろいね。行け花子、お前の力を見せてやれ。いやちょっと待って、花子ただただ攻撃力低いのに、それはさすがに。よし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 、え何こいつ、鳴き声も尻尾も振るも使えんの。え万能じゃん、ジグザグも欲しいんだけど、ますます欲しくなってきた。えちょっと全然効かね、ちょまずいまずい、ちょまずいな花子、結構ピンチだな。よしよし、花子チェンジチェンジ、ナオミとチェンジしろ花子。よしいいぞ、行ってこいナオミ。おまだやってくんのこいつ変化技、せこいぞマジで。一向に攻撃してくる気配がありません。何ですかこいつは、怖いんだけど逆に。全然体当たりとかしてくる、体当たり覚えてない、まさかこいつ異常なまでに攻撃してこないんだけど、何これ勝っちゃうよもうこのまま。あ来た来た来た、ついに攻撃してきやがった。お強え、あぶねえ、もしかしてジグザグマ強い。おい経験値ゲット、あー負けた、もっと外で育てておけばよかったよ。まあでも5レベルだから割と頑張ったんじゃないの。バイバイ。というわけで、とりあえずパート1はこんな感じですね。もうパート 2です。ごめんなさい。パート2はこんな感じです。ということで、パート2でした。またもう次回からガン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 進んでいってね、いきたいと思います。まああわよくばジグザグマのメスも捕まえていきたいと思います。で、ちょっと1個やるの忘れてたんですけど、まあ今回ね、前回も本当にやろうと思って忘れてたんですけど、今回から試合のルールをね、これ、勝ち抜きにしていかい、していこうと思います。そっちの方がなんかね、多分、面白くなると思うんで、いろいろ。ということで、今回から勝ち抜きにしてね、ガツガツやっていきます。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。またよかったら次回も見てください。